ただいまから全員協議会を開催いたします。議長候補者の初心を述べる機会を作るということを申し合わせております。この全員協議会の場におきまして、お一人5分程度で初心を表明していただきたいと思います。議長候補者は徳本義隆さんであります。 それでは徳本義孝さんお願いします今回の議長選挙に立候補するにあたり、私の所信の一端を述べまして、議員の皆様の ごご賛同とご投票を心からお願いいたしますまず、市民の皆様と議会の在り方については、広範な市民の皆様のご意見や、社会的に弱い立場の皆様の声をしっかりと受け止めて、できうる限り、議会に反映しなければならないと考え、特に市民向けの事業執行に関しては、社会福祉と社会的な公平性を担保することを 大きな判断基準にしなければならないと考えます。次に、議会は行政の予算編成や予算執行に関して法に定めるところにより、予算単年度主義をより明確に適用し、当該年度中に予算執行、事業執行の状況及びその成果を検証し、次年度の予算編成に役立てるための議論を 議会で積極的に深めななければなりませんもちろん、一部の例外規定である債務負担行為や支出負担行為、また、繰り越し命拒否や繰り上げ需要等による行政運営の継続性については理解しながらも、慎重に議会における議論を深めなければならないと考えます。市民の皆様と 直接触れ合う末端の地方議会の議会運営においては、党派や会派に縛られることなく公平公正でを、公平・公正を第一期として、議会における議論を通じ、宮津市議会のさらなる発展に努力をしていきたいと考えます。特に市民生活に深刻な影響を及ぼしている新型コロナウイルスに対するさまざまな 感染予防対策や生活・経済対策の議案審査において、全議員が一致して、臨時議会を含む集中的な議案審査体制により、適宜・適切な事業執行に至ったことは、今後の議会運営の重大な指針となると確信しています。さらに、市民の皆さんの声を真摯に受け止め、二元代表制の意義を認識し、 すべての議員の皆さんとともにさらなる議会改革にも励みたいと思います以上私の所信の一端を述べて皆議員の皆様のご賛同をお願いし議長選挙における意思表明といたしますご清聴ありがとうございます 他にないようですので、これをもちまして、所信表明の機会を終わり、全員か協議会を閉会いたします。